今回は F1 への登竜門になりつつあるスーパーフォーミュラの合同ルーキーテストの結果をお届けします。テスト初日、今回のテストの注目はなんといっても F2 から凱旋した岩佐歩と F2 チャンピオンのプルシェール、そして現在17歳の女子高生ドライバーの野田ジュジュちゃんです。初日の午前中に行われたセッション1のトップは関口雄飛の1分37秒027でした。2番手以降は佐藤蓮、牧野忠介、山下健太と続き、チーム無限の岩佐歩がトップからコンマ4秒落ちの5番手につけていました。プルシェールはトップから約2秒落ちの18番手、ジュジュちゃんはトップから 3.8 秒落ちの最下位でセッションを終えました。17歳で日本のトップカテゴリーのマシンに初めて乗り込んだジュジュちゃんのこのタイムは決して速くはないものの、個人的には多くの可能性がありそうだと感じました。そして午後に行われたセッション2、トップは1分36秒台に入れてきたトムスの坪井翔で、2位以降は佐藤蓮、太田角之進、関口雄飛と続いていました。5番手につけた松下信春ですが、来シーズンのシートの確保は難しいと見られており、今後資金的にも何かが起きなければ今回が最後のスーパーフォーミュラになる可能性もあるだけに今後に注目したいです。岩佐歩夢はトップからコンマ4秒落ちと好調をキープ、プルシェールは全体16番手、ジュジュちゃんは最下位ながらトップとの差をわずかに縮め 3.3 秒差となっていました。初日の初走行を終え、ジュジュちゃんはこう語っています。結果はすごく満足しているわけではないが、走れたことに意味があると思います。明日は明日で目標ができたので、それはそれで良かったと思います。テスト2日目の午前に行われたセッション3では、ダンデライオンの牧野忠介がトップタイムをマーク、2番手は好調の坪井翔、3番手は笹原右京となり、なんと4番手にプルシェールがつけました。岩佐歩夢は19番手、ジュジュちゃんは22台中の21番手でセッションを終えています。そして午後に行われたセッション4のタイムがこちらです。チーム KCMG の小林カムイと福住二玲がワンツーをマーク、トップの小林カムイがマークした1分26秒296は今シーズンの最終戦でローソンがマークしていた1分36秒442のポールタイムを上回る競速タイムでした。3番手には好調の坪井翔がつけ、4番手は山下健太となり、ここまでがローソンのポールポジションタイムを上回っています。プルシェールはトップからコンマ3秒落ちの6番手、クラッシュによりわずか6周しか走れなかった岩佐歩は13番手、そして驚きなのが、順位こそ22台中の21番手でしたが、ジュジュちゃんが1分38秒台に入れてきたことです。このタイムは競速タイムのトップから 2.3 秒落ちだったので、今後さらにマシンとコースに適応できればかなりの伸びしろがあると感じました。皆さんはスーパーフォーミュラ初走行のジュジュちゃんのこのタイムをどう感じましたか？2日目を終えた時点の岩佐歩夢、プルシェール、そしてジュジュちゃんのタイムの推移を見てみましょう。驚きなのがジュジュちゃんの伸び具合です。セッション2ではコンマ6秒、セッション3では 1.1 秒、セッション4では 1.5 秒もタイムを更新しているのがわかります。まだまだトップグループとは差はありますが、このタイムは十分合格点を与えても良いのではないでしょうか。そして初日に持ち込みセットを外したプルシェールの伸び方を見ると、さすが F2 チャンピオンだと感じました。岩佐歩夢のクラッシュは少し心配ですが、1分36秒台目前までタイムを更新してきたので、最終日の3日目に注目です。テスト最終日、今回のテストの最終日となる3日目はスーパーフォーミュラ参戦4戦以下のいわゆるルーキードライバーのみで行われました。午前のセッション5では岩佐歩夢が一気に1分36秒387をマーク、これはローソンのポールポジションタイムを上回るもので、ここまでの全体でも4番手に相当するすごいタイムでした。前日の不調、クラッシュを心配していましたが、マシンは完全に修復され
よりセットアップを煮詰めていることがわかります。2番手以降はこうなっています。プルシェールのテストは2日間の予定だったので、この日の走行はありませんでした。ジュジュちゃんは岩佐歩から 2.5 秒落ちの10番手でセッションを終えています。3日目からは多くの外国人ドライバーが参加しているので、来シーズンは実力派外国人ドライバーの参戦が増えることに期待したいです。そして今回のテストの最後となるセッション6のタイムがこちらです。トップタイムをマークしたのはトムスのバーニコートで、フラガ、大鎖木、木村よりビダーレスまでがトップ5でした。ジュジュちゃんは11番手、岩佐歩は最下位でセッションを終えています。全体的に午前中からタイムが落ちているので、ロングランなどをメインとしたプログラムをしていた可能性があります。最終日のトップタイムは岩佐歩の1分36秒387でした。今回のテストを受け、どのドライバーが来シーズンのシートをつかむのか、今後の各チームの発表に注目したいです。恐るべし F2 チャンピオン、インパルの星野和樹監督は F2 チャンピオンのプルシェールについてこのように絶賛しています。セッション1の3周目から国本と同じようなタイムを出しているところを見て、こいつは波じゃないなと思いました。初日はうちが車の持ち込みセットを外してしまったところがありました。1日目を終えてデータを見直してもらって、だいぶ良いところに戻せました。そうしたらテオも良いタイムを出してくれました。今回は2日間で6セット履きましたけど、ニュータイヤを入れるたびにコンマ数秒ずつタイムを上げてくれました。毎回学習をして伸び悩むことが一度もなく、セッション1からセッション4まで来た。やっぱり F1 に乗るような人間はレベルが違うなと思いました。彼は全てをマシンのせいにせずに、ここは僕の問題だから次見ていてという言い方をしてきます。基本的にこことここは僕の運転の問題だから、そこは次直すから大丈夫、でもここだけは直してほしいという指摘の仕方をしてくれます。彼は全てを自分のコントロール下のもとに完璧に仕上げていくタイプなので、レースでは早いと思います。予選で2列目から3列目に入ればすぐに勝ってしまうようなレースをすると思います。プルシェール自身はまだまだ鈴鹿を攻略しきれていないと語っており、もし来シーズンのシートを確保できればさらに走り込めるので、いきなりのポールポジション争い、そしてタイトル争いも夢ではないでしょう。これこそがまさに F2 チャンピオンの資質、才能といえ、やはりプルシェールも波のドライバーではないことが証明されたといえます。ジュジュちゃんのレギュラーシートは、今回のテストでのタイムを見ると17歳のジュジュちゃんには多くの可能性があることが分かったと思います。これまではイコールコンディションとは言えないカテゴリーへの参戦だったため、ジュジュちゃんの速さは未知数だったといえますが、ここで経験を積めば F1 アカデミーでタイトル争いをしているドライバーなどとは比較にならないほど成長すると感じました。今回ジュジュちゃんにチャンスを与えた TGM の池田代表は、来シーズンのレギュラードライバーについてこう語っています。もちろんテストをするということは全員候補です。それは松下選手も含めてです。使いたいドライバーは他にもたくさんいました。他にも優秀な選手がいて、交渉が成立せずに F2 に行ったドライバーもいます。またチームとしても少しでも上の成績を目指していますし、2台とも最下位というような成績だと来季以降の契約にも悪影響を与えます。ですから少しでもリザルトを残せるドライバーを使うということも考えないといけません。経験の少ないジュジュちゃんはもしかしたら即戦力にはならないかもしれませんが、無限の可能性を秘めた伸びしろにかけてほしいです。今回の走りで多くのスポンサーがつくことに期待します。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。